手が絶対買わないと損する、食べないと損するというので買ってきました。これすでにお肉屋さんが中にいろいろ巻いてるので、そこの手順は省きますが、中がどうなってるのか開けてみたいと思います。それでは作っていきましょう。イタリアの市場のお肉屋さんでは食べる量だけパックに入れて紙に包んで売ってくれます。4人分でこれぐらいの量を買いました。近づけてみるとこんな感じです。それではお肉を取って中がどんな風になっているのか見ていきましょう。外側の肉はビテッロと呼ばれる子牛の肉です。お肉は日本の薄切りよりも少し厚めに切られています。その上にスライスチーズ、そして最後にルッコラが乗っています。そしてそれらが端からくるくると巻かれていて、最後に俵型になるようになっています。巻いた肉が取れないように肉の巻き終わりに小麦粉がついていたり、爪楊枝で留めてあったりはしませんでした。子牛の肉が手に入らなくてもこの形状であれば何のお肉でも大丈夫だと思います。近くで見るとこんな感じです。くるくると巻くことで肉、チーズ、肉、チーズ、ルッコラと3種類の異なる味と歯ごたえが楽しめるようになっています。それではこのお肉屋さんおすすめの一品を調理していきましょう。テフロン加工のフライパンに少しオリーブオイルを敷き、そこに肉を並べていきます。肉のつなぎ目の部分を下にして焼いていってください。中のチーズが溶け出しても、たまに裏返したりしながらそのまま焼き続けてください。ある程度肉に火が通って、ピンクの部分と火が通った部分が半分半分ぐらいになったら、そこで白ワインをカップ1杯回し入れます。そして蓋をして 2,3 分蒸し焼きにします。蓋を開けるととろけたチーズと肉汁と白ワインが混ざり合い、こんな感じになっています。少しまだソースの分量が多いので、しばらく火にかけて飛ばしていきましょう。ソースの水分が飛んだら塩で味付けをします。完成です。それでは器に盛っていきましょう。お肉をお皿にのせたら、チーズのソースを上からかけていきます。お肉にとろとろのチーズと肉汁のソースが絡まり、その肉の食感と真ん中のルッコラがさらに味を引き立て、噛むほどに味が染み出る一品です。その名もインボルティーニフォルマンチョエルッコラ、チーズルッコラの肉巻きです。お肉はもちろんのこと、このたっぷりのチーズのソースにパンを浸して食べたらとっても美味しかったです。どんなお肉を使ってもできるチーズルッコラの肉巻き、皆さんも試してみてはいかがですか。本日も最後までご視聴ありがとうございました。今後もイタリア家庭料理とイタリアについて上げていきます。チャンネル登録をして一緒に勉強していきましょう。今回の動画が勉強になったという方は、グッドボタンやコメントなどでお知らせください。皆様からのコメントが動画を作る励みになっています。次回は私の義理の母マンマのいるナポリからお届けします。どうぞお見逃しなく。